藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。Gスカイ FM 島田沖の皆様こんばんは。5月26日水曜日、時刻19時半を回りまして、今週も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC のお時間です。皆様のお相手は藤枝マイ FC スタジアム DJ の DJ 拓郎です。そしてサッカーの知識やマイ FC の選手のことなど、いつも私を丁寧にフォローしてくださるのはこの方です。はい、藤枝マイ FC 強化部の大迫のぞみです。はい、今日ものぞくんとともに番組進めてまいります。ゲストの選手への質問や番組へのメッセージなど、番組途中でも構いませんので、どんどん送りください。のぞくんお願いします。はい、メールの方は myfc@g-sky765.jp myfc@g-sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は 054-732-9162 までお願いします。はい、ありがとうございます。まずはいつもの通り、前回5月12日の放送から今日までの間に行われました藤枝マイ FC の試合結果を振り返ってまいります。この期間1試合だけ試合が行われました。5月15日土曜日ですね、 J3 リーグ第8節アウェーゲーム、鹿児島ユナイテッド FC 戦が白波スタジアムで行われまして、こちら雷雨による2度の中断が入るというなかなか難しい試合だったんですが、75分に松村幸喜選手が先制点、そして82分、85分と立て続けに大石嗣俊選手の連続ゴールが決まりまして、3対0で勝利いたしました。やったー。はい、ようやく素晴らしい結果での勝利となりましたね。のぞくんいかがですか。いや、もう素晴らしかったです。ですよね。まあサポーターファンの皆さんにとっても一番待ち望んでた形かと思うんですよね。無失点でかつ複数得点ですもんね。はい、もうスタメンの選手も本当頑張ってくれて、うんうん、まあ、途中で流れを変えてくれる選手もいて、はい、はい、素晴らしかったです。ただまあ試合自体は2回中断が入るという結構難しい試合だったんじゃないかなと思いますけど、そのあたりいかがですかね。はい、僕も選手時代含めて初めての。あ、そうですか。のぞくんも経験がないんですね。はい、なかったですね。2回はなかったです。はいはい、やっぱりあれですかね、中断の最中にこう監督からもっとこうしよう、ああしようみたいな話っていうのは当然あるわけですよね。まあ、そうですね。なので、まあ、選手スタッフが本当に現場頑張ってくれて勝つことができて本当に、はい、後半からね、なんか一気に本当流れが傾いてきたというか、藤枝マイ FC のペースにどんどんなっていった感じがしましたもんね。はい、はい、まあ、そして次はホームゲームですから、ここで連勝といきたいですよね、やっぱりね。そうですね、順位の近い相手が続くので、はいはい、しっかり勝って、ここで連勝すればだいぶ流れも変わってくると思いますよね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。さあ、それでは今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC 始まります。藤枝マイ FC の優勝と J2 昇格目指して一緒に盛り上がってまいりましょう。東本マイ FC。はい、この東本マイ FC では毎回藤枝マイ FC のチームのどなたかにゲストとしてご出演をいただきます。というわけで早速ですが、今日のゲストをご紹介いたしましょう。まずは自己紹介お願いいたします。星谷勇気です。背番号10番フォワードです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてもう一方いらっしゃいます。お願いします。背番号14矢沢達也です。はい、ありがとうございますあれ、矢沢選手、はい、ガッツいいんですかそうです、まあ、これから、はい、テンション上げててくださいね。はい、はい、今日のゲストはですね、今お二人からご紹介がありました通り、藤枝マイ FC 新加入背番号10番押谷勇気選手、そして今シーズンで藤枝マイ FC 3シーズン目ですね、背番号14番矢沢達也選手です。はい、お二人ともすでに他の選手から伺っているかもしれませんが、この番組実はちょっとルールがございまして、この東本マイ FC ではいろんな質問させていただきますが、本音で明るく楽しくおしゃべりをしていただきたいと思っております。あんまりノリが悪かったり本音で喋ってくれないなと思いますと、イエローカードが出てしまいますので、まあ、のぞくんがね、先輩の場合ですとちょっとイエローカード言いにくい時もあると思いますのでそのために僕やディレクターのみのりさんがいますので、僕らからもイエローカード出る可能性ありますからね。イエローカード出た場合は、こちら YouTube 用の今撮っている映像の方でモノマネ、その他一発芸披露していただきますのでご注意ください。ガッツ、はい、今のイエローじゃないですか。矢沢選手からガッツが入りましたね。さあ、まずは押谷勇気選手のお話から伺ってまいります。押谷勇気選手のプロフィールご紹介いたします。1989年9月23日生まれ、静岡県浜松市の出身で、2008年ジュビロ磐田ユースからトップチームに入団、
2009年から2011年まで FC 岐阜への期限付き移籍を経て2012年ジュビロ磐田に復帰、そして2013年にファジアーノ岡山への期限付き移籍を行い、翌年の2014年からファジアーノ岡山へ完全移籍、2017年には名古屋グランパス、2018年7月からは徳島ボルティスへの移籍を経て、今シーズン2021年より藤枝市移籍加入という経歴で間違いないでしょうか。はい、はい、それでは早速お話を伺ってまいります。はい、あの今期から新加入で来てくださったわけですけれども、以前から前 FC にこうお友達だったり知り合いの選手というのはどんなかいらしたりはありましたか。あ、杉本選手と大石選手は同い年だったので、はいはいはい、いるのは知ってましたし、すぐとか去年ハットトリック2試合連続とか決めてたんで、すげえなと思いながら見てました。うんうん、以前からじゃあ杉本選手いや大石選手とはいろんな交流があったっていう感じですかね。交流まではいかないですけど、はい、高校生の時から知ってて、まあ、対戦相手とかで、うんうん、静岡県内同士で対戦したりしてたので知ってました。はい、まあ、お互い有名な選手だったということですね。そうですね、はい、うん、移籍に際してその大石選手や杉本選手に何かこうチームのことをちょっと聞いたりとかそんなのはあったんですか。ああでもすぐにはもう行くよみたいな感じで連絡して、うんうんうん、その去年までいた大畑っていうキーパーの選手も、はいはい、は僕のユースの時の後輩だったんで、はい、大畑とかにはこの誰がどこに住んでるかとかそういうのは聞いたりしました、ね、うん、なんかそんなのも参考にしながらじゃあ移籍しようかなみたいな部分もあったんですか。そうですね、はい、そうですか。まあ、実際にそれで移籍してこられてこう、まあ、ホームタウン藤枝や焼津あたりなどのこう印象ですとか、まあ、そして藤枝市のチームの印象も教えていただいてもよろしいでしょうか。まあ、町の印象はあんまり試合でしか藤枝とか来ることが今までなかったので、はいはい、まあ、こうやって頻繁に来ることはなかったんで、うん、まあ、来てみてすごいのどかでいいところだなと思いますし、まあ、チーム自体もすごい明るい雰囲気で、すごいベテランが元気でうるさい人も何人かいますけど隣にいる人も結構うるさいんですけどまあすごい元気があるチームだなと思います。隣にいる人がちょっとうるさいなんてお話ありましたけれども、はい、ちなみに今日のゲストもう一人の矢沢選手って普段はどんな方ですかっていう質問があるんですけれども、こちらのアンケートを実は事前にね書いていただいてるんですけど、バカって答えがあるんですけど、まあ、いい意味でのバカです、はい、先輩ですけど、はい、帰りますでもすごく明るく楽しい方だということですね。そうなんですよ、アホなことばっかりしてるんで、うん、面白い人です。いやでもいいですね、明るい選手というのはね。そんな押谷選手へですねメッセージをいただいております、はい、ペンネームひーちゃんのお母さん、ペンネームっておかしいですね、ラジオネームですね、はい、いつも試合の時に娘の持つゲーフラに反応していただきありがとうございます。娘もとても喜んでいます。他の選手もそうですが、こんな時なので気づいてもらえたり反応してもらえるととっても嬉しいですというメッセージをいただいております。はい、ありがとうございます。はい、そしてもう一つ、こちらは質問が来ております。押谷選手に質問です。はい、静岡と徳島一番大きな違いは何ですかという質問があるんですけれども、いかがでしょうか。違いは何ですかね、その県の中でってことですかね。多分町に感じるところと、まあ、サッカーと両方かもしれないですね。どちらでもお好きな方で、まあ、町はでも徳島はやっぱり四国だったんで、はい、アクセスがすごい悪かったんですよ。うん、まあそうですね、そうなんですよ、地元が静岡浜松なんで、はいはい、徳島から帰ったりとか徳島に行ったりするのは絶対車でしか行けなかったんですごい大変でしたね。はい、その分やっぱ静岡は新幹線が通ってたりとかして便利だなと思いますね。うん、サッカーの方では何か違いってありますか。まあ、もちろんチームが違うんで当然違いは多いとは思うんですけども。そうですね、まあ、カテゴリーも違いますし、やっぱりその施設や環境もまだまだ藤枝はこれからのチームだと思うので、うん、まあ、徳島はやっぱりお金があるチームだったのですごい施設も良かったですし、うん、まあ、藤枝はこれからどんどん大きくなっていくチームだと思います。はいはい、まあ、そういう意味ではまあ、この後にちょっと伺おうと思ってたんですが、 J1 J2いっぱい経験されてるんで J3 に来ての違いを感じるところってどこですかと伺おうと思ったんですけど。そうですね、はい、まだやっぱり対戦相手まだそこまで試合してないんで、うん、全部分からないですけど、はいはい、まあ、なんか発展途上というか未完成のチームが多いなっていう印象は結構あって、うんうんうん、まあ、でも J2 や J1 だったらやっぱり決められているシュートもまだ入らない、入れられずに済んでるとか、うんうんうん、逆にこっちも入れてないみたいなのも結構あるので、なんでまだ伸びしろがいっぱいあるような選手が多いなっていう印象です。はい、いろんな精度を高めていくっていう感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、そんな藤枝選手に加入されて、なんと野添君が去年までつけていた背番号10番を押谷選手がつけることになったわけですけれども、はい、10番は押谷選手の希望でつけられたわけではないんですかね。そうですね、まあ、チームから、ね、一応お願いしてもらえる感じだったので、はいはい、
その10番つけてくれないかみたいな感じで言われて、うんうん、全然断る理由もないんでつけますって感じです、はいはい、やっぱり10番ってちょっとこうなんていうんですかね、まあサッカーの中でやっぱりすごく強い番号じゃないですか。そうですね、はい、それに対してのこうなんですかね、思い入れみたいなものってありますか。いや特にはそこまで10番ユースの頃に 1,2 年つけてただけなぐらいで、はい、あと1回もつけたことなかったんで、うんうん、まあ、プロに入って初めて10番つけるっていうのもやっぱ不思議な感じっていうか、最近は14番が多かったので、まあなんかちょっと責任重いなっていう感じの番号ですね、はい、でもまあ逆に言えばやりがいにもつながる。そうですね、それはあると思います、はい、はい、ありがとうございます。そしてちょっと話がだいぶ飛んでしまうんですが、なんと押谷選手ラーメンが大好き。はい、大好きです。ということでその理由は伺ってもよろしいですか。まあ、祖父が、はい、富山でブラックラーメンの走りみたいなのを、はいはい、やってて、当時まだブラックラーメンって呼ばれる前だったんですけど、はい、3店舗ぐらいやってるうちの1店舗をやってて、めちゃめちゃ美味しいラーメン作ってたんですよね、うんうんうん、すごい人気 で僕もまだでも小学生とかだったので、その当時の味は完璧に覚えてるわけじゃないんですけど、やっぱそれに近い味のラーメンを探してるって感じですね。あ、そうなんですね、はい、じゃあ結構あちこちのラーメン屋さんには行かれているんですか。そうですね、いろいろ行ってます、はい、うん、特にお好きなこういうのが好きっていうのはそのブラック系以外はあるんですか。まあ、つけ麺が好きなので、つけ麺でやっぱ太麺のちょっとドロドロした汁の感じが一番好きです、ね、でもじゃあこれから藤枝焼津界隈、まあ、もちろん島田もそうですけども、このホームタウンエリアでもいろいろとラーメンを開拓していくという感じですか。はい、はい、ありがとうございます。まだまだお話伺っていきたいのですけれども、ここでお時間の都合で1曲お届けしたいと思います。はい、せっかくなので押谷選手の方から曲紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、試合前にいつも聴いている Mr.Children の終わりなき旅です。藤枝前 FC 徹底応援番組投稿前 FC、 本日は藤枝前 FC 背番号10番押谷祐希選手と背番号14番矢沢達也選手をお迎えしております。後半は矢沢達也選手のお話を伺ってまいります。まずは矢沢達也選手のプロフィールからです。1984年10月3日生まれ、ホームタウンの静岡県焼津市出身で、静岡学園高校では 2,3 年生の時に全国高校サッカー選手権に出場、2003年に柏レイソルに入団、そして2008年からジェフユナイテッド市原千葉に移籍加入し、2011年には FC 東京に移籍、約1年半後の2012年8月にジェフユナイテッド市原千葉に再び移籍し、2016年に期限付き移籍で FC 町田ゼルビアに加入、翌年に FC 町田ゼルビアに完全移籍をされまして、2018年 SC 相模原を経て2019年のシーズンより藤枝前 FC に加入されて、今季で3シーズン目というプロフィールでお間違いはないでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。さあ早速伺ってまいりたいんですけれども、今プロフィールの中にもありましたが、静岡学園高校をご出身ということで、ちょっと小耳に挟んだ話ですが、昔の静学はなんか上下関係すごく厳しかったなんて噂を聞いたんですけれども、いかがでしたかその辺。はい、とにかく厳しいです。やっぱりそうなんですね、はい、具体的に何かこうすごく辛かったエピソードとかっていうのあったら教えていただきたいんですけど。まあいろいろあるんですけど、はいはい、まず朝5時、はい、真冬の時に、はい、まあ T シャツに短パン、はい、で先輩たちが来るのを待ってるっていう。あ、そうなんですね。そうなんですよね。朝5時に、はい、めちゃくちゃ真っ暗の中で寒い中で待ってるんですよね。それはもう夏も冬もということですね。そうですね。うわ、きついですね、はい、それは、はい、他に何かありますか。そうですね、まあ挨拶っていうか、はい、まあ、学園流その時はウイスっていうのが挨拶用語だったんですよね、はいはい、だから来た人数だけそのウィスっていう数を出さなきゃいけないですよ、ね、あ、じゃあ先輩が例えば向こうから15人仮にゾロゾロゾロってきたら、ウィス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 って言い続けなきゃいけないですか、はい、そうです。それ数間違えちゃったりとかしないんですか。あ、たまにありますよ。おい、一つ多いぞっていうのはありました、はい、先輩もそれ分かってるんですね。一応チェックしてるみたいですね。あの静学出身の選手前吉他にもいらっしゃいますけれども、当時のこうまあ学年は違うので、あの在籍時に一緒になったりはしてないんでしょうけれども、静学エピソードなんかを話したりすることっていうのはあったりするんですか。あ、今のチームの中で。チームの中で、そうす、まあ、まあ例えば大石選手ですとか、はい、そう、最近静学会っていうのはちょっと一回、ちょっと最近は前か、はいはい、まあ、静学会って静学の選手でご飯を食べたんですけど、はいはい、まあ、その時いろいろなエピソードを聞かさせてもらいましたね。ああ、やっぱり当時とはまたいろいろ違ってるこう
習慣みたいのもあったりとかしたんですかね。はい、もう多分僕らの時よりも全然もうそういう上下関係っていうのは本当に緩くなってしまってるなっていう。やっぱり今は結構割と穏やかに緩くなってしまっているって、はい、悔しいかのような言い方ですね。はい、そんな矢澤選手ですけれども、まあ、高校静学を出てからはプロ入りしてずっと関東ですよね、柏レイソル、そして JFFC 東京というか並びでこう、はいはい、関東での生活がまあ長かったわけでようやく地元に帰ってこられたという形になるとは思うんですけれども、はい、ご実家とかから何かこうお声が届いたりとかってあります？お声が届く頑張ってるじゃんとか。まあそうですね、まあでも喜んでくれてると思うので、はいはい、まあね、サッカーやれてるうちは、うん、元気な、ね、プレーしてるとこを長く見せてあげたいなと思ってますけど、はいはい、ご家族もスタジアムにたまにはいらしたりとかもされてるんですか？そうですね、まあはい、たまには来てます、うんうんうん、でもじゃあ結構やっぱりご実家だったら友達とかもまだこっちの地元にいる人もいるでしょうし。あ、そうですね、はい、やっぱ幼馴染はとか、うんうん、同級生がやっぱたくさんいるので、うん、はい、まあよく試合に来てくれたりはしてます。明るい矢澤選手が戻ってきてくれてみんな喜んでるんじゃないですか、すごく。はい、そうですねなんかすごくかしこまっちゃってますね矢澤選手が、はい、ガッツ、はい、ガッツが入りました、はい、さあそんな矢澤選手、相模原在籍時は、まあ、同じカテゴリーということで前 FC とも対戦があったと思うんですけれども、その当時の前 FC で何かこう印象に残ってることですとか逆に印象に残ってる選手なんていうのはいらっしゃいます？まあ印象っていうかちょっとなんかその藤枝総合で、はいはい、前FC と相模原がやった時に、はい、水野大輔選手、はい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 、次やる熊本の、はいはい、水野選手、はいはい、その大輔にボールがないところでちょっと足ちょんってかけたんですよね、はい、その試合中ボール関係ないところで足かけて大輔が転んじゃって、はいはい、この人やばいんだけどって言われたのがすごい印象になってますはい、それかけちゃったというかかかっちゃったっていうことですかね。いやちょっと狙ったかもありますけど、はい、間違ったこと言ってないですそういうエピソードがありました、はい、のぞくんいいんですか？あ、もうイエローカードです、はい、ありがとうございます。いや、そんな今マイユシに移ってこられてからはどなたかこう仲のいい選手とかっていうのはいらっしゃいます？どうですかね、もともと友達はいないんで。いやいや、そんなことはない。でもまあ最近よく僕に絡んでくる人がいるんですよ。はい、どなたになるんでしょう？それ枝村選手の。あ、枝村選手ですか。はい、枝村選手とどんなお話をされたりしてるんですか？いや、とにかく枝村君はご飯が好きなんで、食べる、はいはい、すぐご飯食べたがるんですよね今日これ食べたいとか本当にうるさいんですよね。で、基本的に全部食事の話っていう感じ。そうですね、食事の話が多いですそうなんですね、はい、そんな矢澤選手にですねメールを一通いただいておりまして、質問が来ております。これ矢澤選手じゃなくてあえてなんですけど矢澤選手に質問ですという形で来ております。ヘアスタイルへのこだわりは何歳から始まりましたかというふうに聞いてるんですけどもヘアスタイルですか僕はもうここ何年だろうな、ここ 7,8 年ぐらいですかね、はい、大体選手に来てもらってるんですよね今。え、本当ですか？はい、それ、はい、クラブハウスで、はいはい、ちょきちょきって切っちゃってるんですけど、はいはい、はい、そうですね、いろいろ千葉の時だったらその時は、まあ、水野幸喜選手とか、はいはいはい、切ってもらったりとかしてて、今では前 FC では4,5人いるんですけど、本当は浅田選手が一番上手かったんですねでも最近は秋山くん、はい、堀健、はいはい、が担当してくれてます。あ、そうなんですね、はい、ハサミを渡してちょっと切ってくれみたいな感じ。バリカンとすきばさみで、もっとこここうしてくれよとかっていうのはあったりするんですか？あ、もう大体も形ができてるんで、はいはい、もうその通りやってくれっていう感じですよね。へえ、はい、結構それでうまくいくもんなんですね。そうです、顔でカバーしちゃうんで髪型は多少なくてもっていうところは、多少崩れても全然問題ないと、はい、正直ちょっとあります。矢澤選手の楽しい一面が見えてきましたね、ありがとうございます。少しサッカーのお話も、ね、伺わないとっていう感じなんで前FCですと後半の、まあ、切り札といいますか流れを変えるような役割求められることとても多いと思うんですけれども、そういう時にこう途中から試合に入る、まあ、難しさはいろいろあると思うんですけど、どんなことを意識されたりしてるんでしょう？やっぱ一番考えるのは試合の流れですかね、うんうんうん、やっぱ流れっていうのはすごい後半になると大事になってくるので、はいはい、やっぱその時に今何が一番大事なのか、どのプレーを選択するべきかっていうのを常に、うん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 、そういうことは
意識して臨んでます、うん、ああよかった、なんかサッカー選手としての真面目な一面を伺えてさあまだまだお話をとっても伺いたいんですけれどもね、ちょっとお時間の関係がありますので、まずですね曲をお届けする前に押谷選手と矢沢選手からFM 島田のリスナーの皆さんへ、そして藤枝市のファンサポーターの皆さんに向けて一言ずついただけますでしょうか。先に押谷選手からいただけますか。はい、これからも試合 J2 を目指して頑張りますので、ぜひスタジアムに足を運んでいただいて応援していただければと思います。はい、矢沢選手もお願いいたします。そうですね、なかなか今勝ちきれない試合が続いているので、まあ、その中で、厳しい試合を勝ち切れるように、みんなで頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けしたいと思います。矢沢選手の方から曲紹介をしていただいてよろしいでしょうか。ケケケケケケツメイシバラード。はい、ありがとうございます。言ったじゃない。お送りしてまいりました藤枝前 FC 徹底応援番組闘魂前 FC。 ここで次回までの藤枝前 FC の今後の試合予定をお知らせいたします。まずは5月29日土曜日、 J3 リーグ第9節ホームゲームロアッソ熊本戦がホームグラウンド藤枝総合運動公園サッカー場で行われます。キックオフは13時です。そして6月6日日曜日、 J3 リーグ第10節アウェーゲームの岩手グルージャー盛岡戦が岩銀スタジアムで行われます。こちらキックオフは17時となっております。野添君、この2試合大事ですね。とても大事ですね。はい、そうですよね、まあ、今ちょっとだけ順位が上にいるロアッソとグルージャーですからね、ここで2連勝できればだいぶ順位も変わってきますし、チームも波に乗るんじゃないですかね。そうですね、上位との直接対決になるので、はいはい、ここで勝ってしっかり上に行けるように。そうですね、はい、ぜひ連勝してほしいと思っております。さて先ほどまで矢沢選手にお話伺っておりまして、押谷選手に伺った矢沢選手の印象というのがありましたので、逆もないと不公平になってしまいますので、矢沢選手から見た押谷選手、サッカー以外ではどんな感じの人ですかというふうのを事前にアンケートで答えていただいているんですが、昔の J リーガーという回答があるんですけど、これはどういう意味なんでしょう。まあどうですか、 いい意味で悪い意味でも、はい、まあ、とにかくなんか最近の選手ってなんかすごい真面目な選手、はい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 、とかそういうね選手が多い中で、はいはい、その押谷選手は昔からね、いたっていうのもあるけど、はいはい、やっぱ性格的にやっぱ昔の J リーガーなんですよ。性格的に昔説明になってないですなんか非常に分かりにくいですねはい、だからとにかく昔の J リーガーなんですよね。なんか昔の J リーガーって僕のイメージですと、まあ試合とか練習すごく真面目なんですけど、プライベートの時は結構ちょっとこうやんちゃな遊んでる感がある J リーガーのイメージなんですよ。まあそうですね、まあ、大体そうですね、最初そこなんですけど、そんな感じなんですね。とにかく多分真面目なんですけど真面目なんだけどちょっとやんちゃ、あ、なるほど、やんちゃな部分が結構あるんですよね。だからみんなはそういうとこ知ってくれてるのかなっていうのを今日伝えたかったなっていう、はい、一言、今日伝えたかったのそれだったんです、はい、一言、はい、そんな風に言われて押谷選手いかがですか。まあなんですかね、あんまり受け入れられないですねありがとうございます。さあこの闘魂前FCは第2第4水曜日生放送になりますので、次回は6月9日水曜日となります。いや楽しいお話を伺えたんです。もっとお話聞きたかったんですけどね、お時間来ちゃいましたので、藤枝前市徹底応援番組闘魂前市、次回の放送も時間は今日と同じ19時30分ですので、次回 FM 島田でまたお会いしましょうね。ということでここまでのお相手は DJ 拓郎と藤枝前市強化部の大迫のぞみでした。さあそして押谷選手と矢沢選手も一緒にさよならのご挨拶をお願いいたします。いきますよ、せーの、さよなら。岩タイプってやつ、ポケモンの岩タイプのマネです。どういうこと、グガーグガーって一緒の顔してたのができんじゃないですか似てる、一発芸なんてねえよな俺。一発芸タイプじゃないんだ、トークタイプだからな。さっきのあれでもいいでしょ。何ですか、ガットでしたっけあ、でも最後言い忘れたんですよ。はいはい、じゃ これこっちだと言っていいですか。全然問題ないですよ。藤枝前 FC の流行語大賞、バスでバスお願いします、はい、なんで二人は静かなんですかこれは。
どういうことなんですかそれは。どういうバス出バス、もうこれよくもうみんな言うんですけども、みんな知ってます、はい、バス出バス、はい、牛谷選手の反応が僕は知らない、 初耳です。知ってるんだけど、知ってはいます、知ってはいますけど、あんま流行ってるかなって。だってあの持ってたじゃん、あの、ま、見てる人もバス出バスって言ってって言ってました。れ、ね、これどの時に言ってんすか。帰る時、あ、帰る時に言ってんの。みんな早く帰ろうよっていう時にバス出バス。あ、そういうことね。バスが出るってことですね。バス出バス、あ、その時に言ってるってことね。それが分かんないんだ、背景が分かんないからさ。ただバス出バス、何のあれで言ってんのかも分かんないし、説明が下手なんでバカなんですよ、ね、確かに俺の説明めっちゃ下手だし。俺今日大丈夫でした、たくさん。たくさん大丈夫で、最後一番下手くそだったし、あれだ、俺のこと言ってる、はい、最後下手くそでした、反省です、反省対象です。ずる賢いとか言ってくれればいいんさ、ちょっとこうみんなが真面目に練習してちょっとずるして内側走ってるとかさ、そういうこと言ってくれればいいな。昔の G リーガーだから、それがもうよくわかんないよみんな。はい、投稿回しの反省対象ですね。ノミネートです、イエローカードじゃん。はい、